のちゃん、おはようございます。おはようございます。今日はなんと前回に引き続きマッチプレーをしてもらいます。3回目。あ、そうだね、私はくだらないくだらないマッチプレーでかなりいろいろ言われた。めっちゃマッチプレー多いよね。3回目ですね、今思えば、はい、戦います。はい、でなんと今回お願いした相手は塩田さんです。有名ですよね。有名です。トップアーマーです。私は美穂ちゃんと塩田さんが勝手に認識あると思ってたのに全く知らないっていう、お互いなんかそのリンゴルフでのお互いのイメージしかないみたいで初めましてでマッチプレー、まあでも普通の試合だとそうですから ね、はい、どうですか、こう意気込みといいますか、緊張とかありますか。まあ、緊張はまだしてないです。まだしてない、さすがですね。これから練習なんで。そうだね、多分ティーグラウンド立ったあたりぐらいからちょっとただねピリピリし始めるか。なるほどね。前回もね見てる人たちは、はい、あのリサちゃんとミホちゃんのちょっとこう笑いながらも距離感というかピリつき感をいつものエンジョイじゃないから、ね、そう感じてたみたいで、はい、ボールが出ました。しっかり打つ、しっかり打つ。塩田さんまだ到着してません。なんかトラック渋滞に巻き込まれてるらしいです。あ、渋滞するんですね、うん、皆さん分かりますかね、もうこの時点でキングフィールズですね。中華が美味しい。どうですかキングフィールズの攻略ポイントというか。キングフィールズは、うん、割と広めなので、うん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 、やっぱ飛距離を生かしたいなとは思います。そうですね。でこれも噂でしか聞いたことないんですけど、うんうん、噂ね。塩田さんもドローヒッターだっていう。スーパードローだから、ドロー同士の戦いだね。前回はやっぱりリーさんがそんなに、リーさんストレート系か。そうですね、ドライバーはドローだけどアイアンとかそうでもないもんね。そうですよね。もうね、塩田さんはねフェード打ってったらまっすぐ飛ぶタイプで、もう基本ドローしか打てないって。ドローヒッターには向いてるコースですか。向いてる方だと思いますね、確か。なんか嫌な印象ってあんまりないのでキングフィールド。ただちょっとこうグリーンが傾斜があるというか、うんうんうん、場所によってはなんか速いところがあったなっていうイメージがあるんで。じゃあグリーンの攻略ですかね。かなり大きいのでワングリーンで変なところに乗せちゃうと逆に難しかったりとか。はい、さあ美穂ちゃんは何番からですか。私58。はい、でこれで入りが悪いと絶対アイアンも悪いんですよ。おお、あの つながってるんで。おお、ちなみに今どうですか。今まあ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 でなんかちょっとこう調整をしてからアイアンに行くっていうか、いつものルーティン。数が少ないんで。お、浮かしてきた。打ち方変えてきた。うん。お、いいね。練習場でやっぱ狙いって定めてるの？まあ、あの狙うときは狙いますけど、今はなんかその動きの確認というか、なんかその当たり方とかの方が重視してますね。うん、さあ今日一番となる武器の飛距離です。結構修理中あったでしょ。結構、下村っていう名前。塩田さん、おはようございます。おはようございます。美穂ちゃんは練習してます、うん、はい、50球ほどあー、なるほど。2人が朝からもう全然差があるという塩田さん、練習しない派ですね。そう、私はね、いつも朝コーヒー飲んで、うん、それからパターして、うん、それからスタートします。なるほど、うん、今日は舞台はキングフィールズですが、攻略法などありますか。あー、でもそうだな、すごく大好きなコースなんだけど、うんうん、やっぱりもう自分の課題がパターだから、まあ、
ちょっと乗った時のロングパッド、ロングパッド絶対3パッドをしないようにいかにボールをピンに近づけるかを考えて頑張りたいと思います。なるほど。10フィートだって言ってるからね、うん、早いね。早いね。結構伸びたね。うん、全部同じ。早いことが分かりました。うん。最近ちょっと気をつけてることがあって、練習で。まず10歩を測ってそれで練習するようにしてます。10歩10歩、うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここから練習して、うん、本番でも歩数を測ってでもなんとなく感覚をつかむ。うん、おはようございます。おはようございます。急に出てきましたゆっこです、はい、今日はゆっこと一緒に解説と勉強を兼ねて、うん、2人のプレーを真剣に、ね、真剣に見届けたいと思います、はい、塩田さんは、うん、ゆっこが出た、うん、悔しい悔しい、はい、神奈川ミッドの優勝者です、はい、そうなんです。そうなんです。だからもう本当にちょっともうワクワクしちゃって。そうだよね。でも初めて見るんだもんね。実際にはね、実際に見るのがあんなね細い体型でね、ガンガン飛ばしてね、うちらがどんな解説できるかは、はい、わかんないですが、うん、さておき、さておきちょっと2人を見ながらね、はい、勉強しよう。勉強です。本当に勉強しようと思ってます、はい、今日は。あ、始めましたね。あれ金髪になってる。ひよちゃんが金髪になっている。初めて。そんなに明るいですか。明るい。初めて会った2人がおはようございますと挨拶をしています。ただパッパーパッパー。そうだよね。今日10フィートです。いやいよ、一瞬一瞬で。ちょっとね不安があるみたいですね、パターンにはね。パターはね、リングを絶対やった方がいいよ、うん、早いですよ、うん、早いし、うねうねしてる。あ、すごい緊張する。このくらい飛ばすんだろ、みほちゃん。そうだよね、回ったことないから、これがちょっと ね、 なんか私が緊張する。そうだよね。2人今日 T は白でいいですか。はい。打順はどうしますか。じゃんけんで勝った方からにしようか。はい、はい、じゃんけんぽい。じゃあみほちゃんからみほちゃんからで、はい、はい、今日は2カメラでいきます。はい。ひなりドッグ。池のあるホールですよね。はい、そうです。グリーンの左側バンカー池ございます。ティーショットです。お願いします。お願いします。ナイスショー。右先に跳ねました。はい、どうぞ。はい、はい、プロボットに行こうか。お願いします。お願いします。ナイス。まあ、そらぶれないわな、お互い。ひまちゃん、ここ何回か回ってる？回ったことは結構あります、うん、お、じゃあ、なんとなくはコースは、うん、行けばもう思い出すような感じです ね、うんうん、ね。私のイメージ、ここはなんかバンカーが多いイメージなんだけど、キングフィールズ。バンカーあんま気になってない。あら。なんかハマりやすいと
とかにあるかもしれない、ね、なるほどね。なんかでフェアランカーなのにちょっと顎が高かったりするからなんか印象が強いかもしれない。あとグリーンが難しいイメージ、それはあるよね。分かります。今日は10フィートらしいんで早めですよね。早めですよね。だからちょっと、うん、今日はとにかく、うん、上りにつける、うん、位置ねポジションを考えて打っていきたいなと、うん、確かに下りの位置にはちょっとつけたくない、はい、ミスショットしたらもうあれですけど、うん、頑張ります。頑張ってください。はい、はい、あなんかすごい緊張した。どのくらい美穂さんが飛ぶかをまず見て、うんうん、それから自分の作戦を立てようと思います。どうですか朝一見た感じ。朝一ちょっと上がったけど、うん、でもまあまあいい感じで今日は悪くないショットができると思います。まあ塩田さんのメンタルをみんな見てほしい。本当にすごいから本当にすごいと思う。なんか試合に結局行けないから、うん、撮影に、うん、だからこうやって自分たちで試合を、うん、やるしかこう2人のこのガチガチになった時の感じは取れないから、うんね、ガチで勝負って初めてだもんね。そう、しかもリンゴルフの中でやらせるという、ね、ダブルスとか、うん、まあ、スコアは出したいとかは思ってたけどちょっとガチのガチの本当にちょっと真剣にでも楽しく頑張ります、うんうん、とね、美穂ちゃんと私の差が出るところって長い距離のパー4とかあとちょっと短いパー5とか5あそこですね、うん、そこで差が出ると思うので、うんうん、2オンもしかしたら向こうはあるかもしれないし、そう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 、でもねそこはね、うん、あのジュニアの子たちと結構日本アマとか、うんうんね、そういうもので回ってるのでまあ置いてかれるのは結構慣れてるから、慣れてる、おそらだからちょっと焦らずに、そうですね、うん、自分のペースでいきたいと思います。はい、こんな感じです。塩田さんのボールがここで、美穂ちゃんのボールがちょっと木の前ですね。だいたい2人の差が今50ヤードないかな、30ヤードぐらいですかね、2、30ヤードあります。ナイスショー来たね、いきなりバディチャンス淡々とやっております。80ヤードで若干左足下がりのちょいフォロー。68ではい、すごい。お、ナイスオン。ナイスバックスピン。怖い。怖い？すごいスピンで戻ってきた。私はショットメーカーじゃないし、スピンで止められるような、うん、パワーと技術がないので、いやちょっと前ペースに頑張ります。あの近づいていく動画撮った。ここに落ちてここまで行った。美穂ちゃんはそこに落ちてバックスピン、多分ね、バックスピンかけるつもりなかったんだろうな、きっとかかっちゃったんだと思う。ナイスタッチ。ナイスバーディー。ナイス。
イスバーに来ない。すごいなんか向こうの壁に当てて入れてきた。入れてきたね。ああ強いと思ったんだけど。今こっち側にいて、え強くない強くないって思ったんだけど。私完全にさ、翔太さんのリアクションしか見なかったから、え入ったと思った。あ音でですね。音で。わーしか言えない。セカンド。2番ホールでーす。パー5。そこまた左に行きますね。左ドッグ。よいしょ。わーおー。なんな、え、めっちゃ転がってるんですけど。試合感出てる。アドレナリンが。ナイスショット。大丈夫ね。いつものとこです。はい、止めます。今日は割とアドレナリンが出てるみほちゃんですが、どれだけ持っていくんだっていう、うん、いつもそんな感じですか。なんかあちょっとこれ足りないけど取りに戻るのめんどくさいなっていうのが嫌なんですよ、うんうんうん、でもさキャディーさんいるじゃん。でもなんか離れてたらなんかあんまり言わなくて言いにくい、言いにくいから、ね、戻んなくていいよね。まあまあ飛びましたねこりゃ。なんかちょっと迷いますね、狙うか狙わないか。あ木邪魔なんだ。だいぶ邪魔だね。しかも高さがありますね。そうなんですね。ちょっと今ドライバーで作ってミスをしてしまったので、うん、はい、セカンド、あの木が邪魔になります。そうですね、うん、右から、うん、ドローで回ってくれればいいかなっていう感じで。ライ的にもなんかちょっと安心して打てそうな。そう、ね、でもこのね境目が結構打ちにくいよね。ライ的にはドローが出そうね。どうかな。おお、ナイスショー。おー宣言通りです。夢だったからね、まだ良かったかな。すごい。なるほどね、確かにすごいな。いやでも、はい、今日はねなんかすごい楽しみにしてて、はい、やっぱりみほちゃんと回るの初めてだから、はい、まあ、対戦者かつ、はい、感染者でもあるのに、どういうゴルフするのかなっていうのを見たかったので、はい、うん、私は私でも本当に翔太さんのプレーを生で見るのがすごい楽しみだったので、じゃあちょっとそう勉強にさせていただきたいです。頑張ります。楽しませられるように。じゃあ、みほちゃん今日ドライバーぶっ飛んじゃって今狙うか悩んでます。目の前が木で。キャディーさんにアドバイス聞きながらちょっとフォローかな。いつもと全然違うクラブもたくさん、ちょっと雰囲気が違いますね。いい感じ。グラフ全然届いてる。ちょっとやっぱ左怖かったから少し逃げましたね右に、うん、なんで今狙おうって決めたんですか。まあやっぱ右が広いっていうのが一番ですかね、うん、左が浅いけど、でもやっぱもう200ぐらいしかなかったね。あとやっぱマッチプレーだから。そうね。
そうストローブじゃないからね。マッチプレーだからです。何ヤードくらいですか？だいたい125ヤード。125ヤード、はい。で、マイナスピンが5ヤード。うんうんうん、で私あの、距離の計測結束、はいはいはい、のあれを使わないので、すごい本当に感覚でやるんですけど。はい、若干25ヤードの、ちょっとフォロー。左足下がり。左足下がり。つま先上がり。なるほど。うん、ちょっと引っ掛けが出やすいかな。はい、ピンの右を狙います。はい、ピンの右です。戻ってる。ちょっとね、足りない。おーおーナイスオンでーすすごい。塩田さんの3打目打ちました。うん、うん、ナイスオン。あ、でも止まっちゃうんだ。さあ、美穂ちゃんはグリーン横のバンカーの先まで行ってるんでチャンスですね。今何番ですか？今のは私10番アイアンっていうのが入ってて、はい、10番アイアン。そう、何度ぐらいなんですか？うんと、まあ、何度なんだろう。それもね、感覚でやっちゃってるんだけど、はいはい、ピッチングと9番の間、はい、今115ヤードとか、うん、ああ、うん、その前後ぐらいを。へえ、はい、どこのクラブですか？私はマルマンのクラブを。へえ、はい、すごい。メンズですよね。そう、メンズで。でもね、スチールじゃなくてカーボン使ってます、はい、そんなに力があるわけではないので、はい、うん、本当にもうクラブに助けられてます。やっぱりメンズの方がいいですか、うん、レディースより。ちょっと参考にしたい。あのね、私はジュニアから10歳からやってるんだけど、はい、まあ、最初からメンズのクラブを持たされてたので、うん、最初からそう、多分ね、はい、あ、まあ、身長があるからかな。なるほど、ね、マーク急いで行ってます。マナーが素晴らしいです。ちょっと傾斜があってマウンドもあります。右側にどこの位置に落としてどれぐらい転がすかが重要なポイントになりそうです。いいところに落ちたんじゃないですかね、多分思ったところに。あー、早い。結構行きますね。いやでも落としたところは完璧だったんじゃないかな。落とした位置完璧でした。思ったところには落ちたんですけど、うんうん、やっぱここの傾斜でちょっと加速しちゃいましたね、うんうん、ちょっと下り傾斜で。思ったよりもさ、下りつけちゃダメですね。でも次のパット上りなんでそれを残したってことが大事だね上りラインですかね。うん、上りのね、フックライン。ジョイフック、うん。うん。補足されております。なんか下りに感じるんだ。うん。上りのフックライン。上りだけじゃないかも。最初ちょっと下り入るかも。ちょっとスネーク出ます。波打ってそうです。消えましたね。ちょっと最初見なかったね。バーディーパットです。下りスパイス。え、来る？来る。おー。沈めきれず。二人の表情がいい顔してますね。ナイスパーです。オッケーで、オッケーで、いいんだよね。
コンシードって言うのかな。結構なパター入れてきたね。今ちょっと緊張したよ。結構切れましたよ。結構切れたし、結構緊張感あったよあれ。いや、かなり声のトーンが変わっちゃうよ。安心して。ちょっとやっぱグリーンむずくない？グリーンむずいよ。見ててなんかそうめっちゃ切れた。ゆこカメラマンどうですか？楽しい。楽しい。完成しながら撮れてる、撮ってる気分。完成しながら撮ってる気分。超面白い。面白い。やばい。